ブッシュドクトリンとは2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件を受けて登場した新戦略思想の通称。テロリスト及び大量破壊兵器を拡散させかねないならずもの国家に対し必要に応じて先制的自衛権を行い得るというもの。時のアメリカ合衆国大統領ジョージ W ・ブッシュが世界各地のすべての国々は今決断しなければならない。 アメリカ側につくのか、テロ側につくかのいずれかだと叫んだことが、その性格を端的に表している。ブッシュドクトリンは2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件、同年11月から12月のアフガニスタン侵攻の流れの上で登場した。2002年1月29日に、ブッシュが行った一般教書演説でテロが アメリカ本土を直接攻撃し得る脅威として位置づけられ、同年5月1日の国防大学演説におけるマット体制の終焉宣言を経て、8月15日の国防報告と9月20日の国家安全保障戦略で明確に確立された。2003年のイラク戦争は、このブッシュドクトリンの適用によって正当化された。アメリカの強大な武力を背景に、 自衛権に基づく他国への内政干渉の口実として使われうるため、批判も少なくない。道読取り作成の原点は、1992年3月、仙台ブッシュ政権下で非主流派に甘んじていた、リック・チェーニー、ポール・ウォルフォーウィッツ、ルイス・リビーラによって取りまとめられた46ページに、及ぶ極秘事項の国防文書にある。その骨子は次のようなものである。 しかし、同政権下では、ジェームズ・ベイカー国務長官や、コーリン・パウエルアメリカ統合参謀本部議長らの影響力が絶大で、同文書が日の目を見ることはなかった。ありがとうございます。